ちは。こんにちは。私の声聞こえてますか。はい、ありがとうございます。それではサイエンスアゴラの離れていても一緒に実験、力を合わせておうちで科学とものづくりのセッションを始めます。改めまして、大阪市立科学館ボランティアサイエンスレドヤの吉岡明子です。よろしくお願いします。今日は私の他にもチームサイエンスでドヤの仲間が一緒に来ています。サイエンスでドヤのカメラにスポットライトを当てますね。サイエンスでドヤの皆さん、手振ってください。手振っての見えますか。さて、私たちが皆さんと一緒に今日は楽しく科学していこうと思います。よろしくお願いします。はい、手振ってくれてありがとうございます。さて、今日の予定を出します。ちょっと待ってくださいね。本日の予定はこちら。まず最初は、くっつく力、離れる力。もっとくっつく力、離れる力。バランス手品に挑戦。この3つの実験と工作を楽しみます。そしてその後、みんなのドヤから命輝く未来社会へということで、科学を楽しむということはどういうことなのか、皆さんともっとお話をしたいと思っています。今日は子どもの方も大勢来てくれていますが、ちょっと待って、画面が固まってますね。固まってないです。固まってないですか？あ、まず行きますか。ありがとうございます。すみません、こちらの画面がおかしかっただけでした。今日は子どもの方だけじゃなくて、大人の方にも大勢参加していただいていますので、科学を楽しむということについてもたくさんお話できたらと思います。それではまず最初の、くっつく力、離れる力。皆さんはくっついたり離れたりするもの、何かこんなものがあるよって思いつくものありますか？どうですか？あ、では隣にね、スタッフについていてもらっていますので、お名前呼んでもらっていいですか？はい、それではあかりさん、お願いします。 あかりさん、よかったらマイクオンにして教えてください。どんなものがくっついたり離れたりしますか？待って、はい、いいよ。磁石。ああ、そうですよね。きっとね、他にも、そうそう、磁石、私も思ってたっていう人いると思うんですが、磁石はくっついたり離れたりしますね。ありがとうございます、あかりさん。私ね、ここにもう磁石用意してきたんですよ。この耳についてるキラキラしてるやつ、これ磁石です。磁石が耳についていると便利ですよね。こうやってスプーン耳にぶら下げて、いつでも自分のお気に入りのスプーンでカレーを食べることができます。今日はスプーンの気分じゃないなと思ったら、フォークに付け替えるのも簡単です。スプーンとフォークをちょっと痛くて重たいんですけど、両方ぶら下げることもできます。それから、よいしょ、スプーンやフォークじゃなくて飲み物を持っていきたいな、暑いしっていう時も大丈夫ですよ。ほら、こんな缶をぶら下げることもできます。ね、磁石が耳についてると便利ですよね。今日はこの飲み物じゃなくて、こっちにしようかな。そんな時も簡単に付け替えて、あれ？あれ？え？くっつかない。え、私の磁石壊れちゃったんですかね。あ、そんなことない。こっちの缶はくっつきますが、こっちの缶はくっつかない。え、これ一体何が違うんですか？絵が違うだけ。あ、手挙げてくれてる人がいる。葵ちゃん、タクタク、めっちゃ早かったので、よかったらマイクオンにして教えてくれますか？これ何が違うんですか？アルミの缶であるか、そうじゃないか。ああ、アルミの缶か、そうじゃないか。材料が大事なんですか？このくっついてるやつ、材料は、あ、書いてあります。缶のここにめっちゃちっちゃいけど見えますか？スチールって書いてあります。スチールって鉄が入ってるんですね。
鉄がくっつくってこと？今葵ちゃん、タクト君が言ってくれたアルミ、あ、こっちの缶にはアルミって大きく書いてあります。アルミだとくっつかない、アルミかどうかでくっつかないかくっつくか確かに違っていました。スチール、鉄が入っていれば磁石にくっつくんですね。さっきのこのスプーンとフォーク、ステンレスでできています。ステンレスには鉄が入っているので磁石にくっつくというわけです。いたたたた。だけどちょっとおかしくないですか？だって磁石は鉄にくっつくんですよね。私の耳は鉄ですか？違うと思いますよね。違う、罰してくれてる人いる。コウキさん、ありがとうございます。じゃあどうして私の耳は鉄じゃないのに磁石がくっついているんでしょうか？一体、あ、コウキさんめっちゃピンって上げてくれてるので、よかったらマイクオンにして教えてくれますか？なんで私の耳に磁石がくっついてるんですか？ん？磁石と磁石の間に物があったら、それを挟む力が磁石に生まれるから、それでくっつくってわけ。耳、ありがとうございます。もうバレバレでしたね。実は耳のこっち側だけじゃなくて裏側にも磁石を貼り付けてたんです。コウキさんのおっしゃる通り、耳たぶをね、おっと、こうやってね、耳たぶをこうやって磁石で挟んでました。この磁石はネオジム磁石といって、世界で一番強いタイプの磁石です。なんと日本人が発明したんですよ。だってこんな風に磁石は鉄にくっつきますが、磁石と磁石もくっつきますね。最初の工作はこの磁石を使った工作です。磁石と磁石はくっつきますが、磁石のことをよく知ってる人なら、え、ちょっと待ってって思ったかもしれませんね。ちょっとね、上からの画面に切り替えますね。おい、だって私の机の上にあるのは磁石2つです。磁石には N 極と S 極があります。こうやって N 極と S 極だとね、くっつきますけどね。だけど N 極と N 極だったら、あ、逃げますね。くっつかないで逃げます、逃げます。磁石と磁石はくっつく時もあれば離れる時もある。最初にね、くっついたり離れたりするもので磁石って言ってくれましたから、知ってる人も多かったかもしれませんね。こんな風に磁石の N 極と S 極、色で分かれていれば分かりやすいんですが、さて、ここで問題です。今日皆さんに用意してもらったこういう薄い磁石ありますか？皆さん持ってますか？お、すごい。皆さん準備がいいですね。さて、この薄い磁石の N 極と S 極はどこにあるんでしょうか？真っ黒だからわからないですよね。こっち半分が N 極で、こっち半分が S 極かもしれないし、こっちが N でこっちが S かもしれないし、こっちが N でこっちが S かもしれません。手を挙げてくれてる人もいますが、ここはちょっと皆さんに実験で見てもらおうと思います。これどこが N 極でどこが S 極か、どうやったら調べることができますか？どうですか？どうやったら調べることができますか？もしかしたらどこが N 極でどこが S 極かもう知ってる人はいるかもしれないけど、どうやったら調べられるか。あ、ジンタさんがめっちゃ手をこうやって挙げてくれてるので、じゃあジンタさん教えてもらえますか？もしよかったらどうやって調べたらいいですか？どこが N 極でどこが S 極でどこが S 極、磁石でくっつけ、磁石 S があるやつでくっつけて、どっちが S 極か N 極か、あれ？そうですよね。そうですよね。
そう、 N 極と S 極があればくっついたり離れたりするんだから、別の磁石を近づけてみればどこが N 極でどこが S 極か分かるはず。それもいいですね。私はもう一つ別の方法を考えました。用意したのはこちらです。じゃーん、鉄の粉、真っ黒で重たいです。ほら、磁石には鉄がくっつくんですよね。なのでこれを利用して調べてみようと思います。このペラペラのシートの磁石の上に見えますかね。まずね、こんな白い紙を置きます。薄い紙を置きまして、この上にこれ鉄の粉を振りかけます。ほい、すると N 極や S 極のところに鉄の粉がくっついてくれるというわけです。どうかな、くっつくかな。お、どうですか、くっつきましたね。くっつきましたが、ちょっと画面がぼんやりしてますか。見えますか、これ。あ、ぼんやりしてますね。このぐらいでどうですか、見えましたか。なんか模様見えます。うんうんうんって言ってくれてありがとうございます。あ、丸、大きな丸してくれてありがとうございます。なんかね、これ何模様って言うんですか。しましま、しま模様が見えてますね。ということは、この薄いペラペラの C と N 極と S 極がしましまに並んでいるということです。だけど、これだけだとどんなしましまか分かりませんね。そうそう、皆さんが持っているその薄い磁石もね、しましまになっているんですよ。鉄の粉はお家になくてもね、砂場で砂鉄を集めて後でやってみてください。さてさて、しましまと言ってもどんなしましまか分かりませんね。こんな風に NNNNNN っていうしましまで、裏が SSSSSS っていうしましまかもしれないし、NS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  っていうしましまかもしれませんよね。これはどうやったら確かめられるでしょうか。さっき、陣太さんが言ってくれた他の磁石を近づけてみたら分かるんじゃないですか。例えば、この磁石にもう一枚ペラペラのを用意して、こうやって近づけますね。みんなにも一緒にやってほしいんですが、くっつくと思ったらこうやってください。離れると思ったらこうです。サイエンスでドヤの皆さんにも手伝ってもらうので、ドヤの皆さんにスポットライトを当てます。ありがとうございます。いきますよ。くっつくと思ったらこう。見えてますよ、こちらから皆さん。離れると思ったらこう。いきますよ。さて、もしこんなしましまだったら、これどうですか？くっつきますか？離れますか？くっつくの？ S と S はくっつくの？これ離れるんですよね。で、そしてこうすると、どんどん動かすと、どんどん動かすと、あ、まだまだ、まだまだ、ずっとずっとずっと離れっぱなしですね。で、こんなしましまだったらどうですか？ N と、これ、これどうですか？あ、くっついた、くっついた。あ、そして動かすと、動かしても、ずっと N と S だからずっとくっついてますね。じゃあ、もしこんなしましまだったらどうですか？これどうですか？離れるの？離れますね。S と S だから。こうすると？くっつく。こうすると？離れる。これは？くっつく。離れる。くっつく。離れる。皆さんよくわかってる。かずふみさんもくっつく離れる、くっつく離れるってやってくれてますね。こんな風に2枚磁石を用意して、くっつくか離れるか、くっつく離れる、くっつく離れるってなるか調べれば、どんなしましまかがわかります。では皆さん一緒にやってみましょう。まずペラペラの磁石を用意します。そしてハサミも用意します。これから折り紙も用意します。あとはテープですね。用意するものを机の上に置きました。はい、折り紙と磁石とハサミ、それからテープです。さて、それではこのね、ペラペラの磁石、これをですね、ちょっと切ります。そうですね、2センチの四角、2センチとか3センチとかですかね。適当でいいんですけどね、こんな風にチョキンって切ります。
さて、この中にもしましまが隠れてるんですよね。見えませんけどね。切れました？切れた？あ、行きました。はいはい、お、切れましたね、メイさんもね。あー、コウキさん、ハサミ気をつけてよ。切れたら、このね、暗い方が見えるようにして、折り紙の端っこに貼ります。テープで、両面テープがね、あれば便利ですが、なくても大丈夫ですよ。こうやって、テープをピッと切って、こんな風にね、丸めます。そして、これを、よいしょ。磁石につければ、ほら、こんな風に磁石を紙に貼ることができました。まずここまでできました。できたかな？あ、できた。手を挙げてくれた人いますね。ありがとうございます。できました？こんな感じね。さて、これができたら、これをもう一つの磁石の上で動かしてみましょう。でもその前にね、少し工夫をします。ペンを用意します。一色でもね、全然いいんですが、私は皆さんに分かりやすいように二色使いますね。ちょっとね、これを裏返しまして、ここに磁石がついてるんですが、ここが磁石です。こうやって、一つこうやってね、矢印を書きます。ここが磁石ですよ。磁石ついてるのがここです。もう一つ矢印を書きます。こんな感じ。二つ矢印を書きました。できましたか？折り紙に。まだ？大丈夫ですよ。ゆっくりでも。もしね、なんかわからないことがあったら、チャットで言ってくれても大丈夫ですが、もしかしてチャットが入っているかな？大丈夫ですか？はい。できました？はいはい。貼れました。貼れたら見せてください。できたかな？折り紙に、これは折り紙です。おー、神田さんできてますね。折り紙に磁石を貼って、そうそうそう、あ、できてますね。そう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 。折り紙に磁石を貼って、でそして裏に矢印を書きました。かなたさん、どうしました？できた？あ、よかった、よかった。おいおい、つるぎさんもできたかな？いけた？あ、いけてますね。はい、そうそうそう、折り紙に磁石を貼って、矢印を書きましたよ。では、これをもう一枚別の磁石の上で動かしてみましょう。はい、机の上に。磁石をね、この切った残りの磁石を置きます。そしてこの上で、この折り紙をこうやって、矢印のところを持って引っ張ります。私のは何も起きないですね。くっついても離れてもないです。そんな時は、もう一つ別の矢印をつまんで、こちらまで引っ張ります。あ、なんと今度はパタ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 動きました。皆さんはどうですか？どうですか？お、丸ですか？パタパタ動いた人、手振ってくれますか？おー、あ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。どうですか？パタパタ動きませんけどっていう人はいますか？あ、いますね。じゃあ、どうしたらいいのかわからないという方、もしよかったらね、メイさんどうですか？マイクオンにして話してもらってもいいですか？今どんな風になっていますか？メイさん、よかったら、どんな風にしたか聞かせてください。すいません、磁石。はい。黒い、裏面が黒じゃなくて、両面なんか白い。やつが売ってて、はいはいはい、それでやったんですけど、これでもできそうですけどね。折り紙にどんな風に貼ったか見せてもらえますか？はい、そこに磁石を貼りましたか。で、矢印はどんな風に書きました？
お、あ、完璧じゃないですか。そして矢印を持ってもう一枚の磁石の上でスーッと引っ張りました。あ、矢印を、そう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 、矢印を持ってこうやってピーッと引っ張る。あ、何も起きませんね。で、今度もう一つの矢印を持って、そう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 、向きを変えて、そして、そう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 、そして動かしてみると、やっぱり何も起きませんね。では下に置いてある磁石を裏返しにしてみましょうか。それではどうですか。もう一度赤い矢印をつまんで動かしてみましょう。何も起きないね。じゃあ今度は青い矢印をつまんで動かしてみましょう。何も起きないですね。なるほど。ならなかったね。ないですかね。どっかどんな磁石なんだろうな。だからその折り紙に貼った磁石も裏表があるかもしれないので、折り紙に貼った磁石もちょっと裏表入れ替えたりしてみてください。であのね、この続きもね、よかったらね、見ておいて、また後で、ね、別の磁石でね、試してみることもできるので、ちょっと先に行きますね。さて、他の皆さんはどうですか？あ、すいません。じゃあ、メイさんのスポットライトもオフにしますね。はい、そして、皆さんがよく見えるように、ちょっとこっちの画面を調整します。はい、他の皆さん、あ、パタパタしてますね、剣さん。こっちから見てもめっちゃパタパタ見えます。できました？では、このパタパタ上手にできた人は、この上に、この上に、あ、私もこのこっち側だと全然どっちで引っ張ってもパタパタしないですね。磁石を裏側に、こっち側に正しい向きにしないと、パタパタが全然わからないです。では、パタパタするところが見つけられた人は、この上をもっと楽しく飾り付けしてみましょう。こんなの切りましたか？ミャクミャクと言います。ありました。ではこのミャクミャクを組み立てて、この磁石の上に乗っけます。組み立て方は簡単です。この点線をこうやって折ります。全部山折りにします。いきます。そして全部山折りにしたら、テープで貼って、こんな三角のミャクミャクにします。あ、もうできてる人もいますね。私は糊を持ってないので、このテープをこうやって、またまたこれをこうやって丸めて、ここに貼ります。三角のミャクミャクができました。皆さんもできましたか？お、早っ、できてますね。あ、早っ、すごっ。これができたら、この後ろにももう一枚テープを貼って、さっきのこの磁石の上に貼り付けますよ。もう一枚テープを用意します。はい。そして、この下に貼ります。そして、乗っけます。そして引っ張ります。するとなんとミャクミャクがパタ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 歩きます。どうですか、皆さん、ミャクミャクをパタパタ歩かせることはできましたか？あ、はずふみさん、分かりやすくしてくれてありがとうございます。お、おー、ミャクミャクがトタ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 って歩いていますね。そう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 。あ、あおいちゃん、パクパクもできたかな。丸してくれてますが。行きました？行きました？おー、こうきさんも行きましたか？じーたさんも行きましたか？どうかな、どうかな。出口けいさんも行けた？あ、行けた。よかった、よかった。こんな風に、磁石を使ってこんなに楽しいおもちゃを作ることができました。メイさん、どうですか？ダメか。
あ、スーッと動くだけですかね。そっか、そしたらその磁石のがね、しましまじゃない磁石なのかもしれませんね。もしも後で砂場とかで砂鉄があったら、この上にちょっと巻いてみて、しましまになってるのか、どうなってるのか、確かめてみてもいいかもしれません。今日はね、ちょっと上手に一緒に表が作れなくてすみません。でもお家にね、もし他にもね、このシートの磁石があったら、他ので試してみたらうまくいくかもしれません。他の皆さんももしかしたらできなかったっていう人いるかもしれませんが、ちょっとね、いろいろ他の磁石でも試してみてください。さて、磁石を使っただけでこんな脈々がパタパタ動くかわいいおもちゃを作ることができました。でも今日はかわいいおもちゃを作って終わりではありません。科学を楽しむということについて皆さんともっとお話ししたいと思っています。これが上手に作れた人は、脈々のままでもいいですけど、他にもこんななんかこう、パタパタ動いたらかわいいものって、ぴょんぴょんしたらかわいいものってなんかありますかね。自分で紙とね、筆記用具も用意してもらっているので、自分で絵を描いて、ここ、変えてもっと楽しいおもちゃにするにはどうしたらいいか考えられますね。この後ちょっと一息で5分ほど休憩にしますので、その間にどうやったらもっと面白くなるか考えてみてください。ここの絵を変えてもいいし、それからどうやったらもっと大きくパタパタするかとか、どうやったら面白い動き方をするかとか、いろいろ考えてみてください。5分でね、短いんですけどね。そして今日は大人の方も大勢参加しているので、工作をしてなくてね、見ているだけの人ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。そんな方にも科学を楽しむということについて一緒にお話ししていただけたらと思います。科学の楽しみ方は100人いれば100通りなので、これが正しい科学の楽しみ方ですというつもりはありませんが、私たちはどんな風に何を目指しているか、ちょっとだけ先にね、お話ししておきます。私たちのチームの名前は大阪市立科学館サイエンスでドヤです。皆さんはどんな時にドヤ顔しますか？ドヤ顔って聞いたことない人もいるかもしれないですけどね。もしかしたら自分で何か、例えば自分で初めて自転車に乗れたとか、誰もやってないことを自分で初めてできたとか、自分の力で何かして、自分で何かできたっていう時に、ドヤ顔をするんですよね。私たちは、サイエンスでも皆さんにドヤ顔をしてもらいたいと思って、このチームの名前にしました。全部こう、なんていうんですかね、私たちが、これはこうなって、こうなって、こういう仕組みですよって全部教えちゃうんじゃなくて、皆さんで、これはどうやったらもっと面白いおもちゃになるかな、このしましまをどうやったら上手に使ってもっと工夫できるかな、そういうことを皆さんに考えてもらって、皆さんにドヤ顔してもらえたら嬉しいなと思っています。簡単にまとめると、ドヤっていう、ちょっとスライド出しますね。これこれ、自分の力でできたときに皆さんドヤ顔できるので、私たちが目指しているサイエンスショーやワークショップは、皆さんに、私たちがドヤ顔するんじゃなくて、皆さんにドヤ顔してもらえるのが嬉しいです。なので今日もどんな時に皆さんドヤ顔できたか、どんな時に私でもできるやんって思えたか、そんなことも後で聞かせてもらおうと思っています。それではちょっと時間をしてしまいましたが、今から5分間ちょっと一息休憩にします。その間に自分の絵とかね、そうそう、使ってくれてる人いる、ありがとうございます。今言わなかったんですが、そうです、ミツバチも上手に使ってる人もいますね。このミツバチの羽をパタパタさせたかったらどうしたらいいと思いますか？そんなことも考えてみてください。私がどうやったかは後でお話しします。休憩の間に、2025年日本国際博覧会協会の岡島さんから、多分ね、皆さん気になってると思うんですけど、この脈々って一体何なの？それをお話ししてもらいます。それを聞きながらね、工作しながら、ちょっと5分間トイレ行ったり、水分補給したりしてください。はい、それでは一旦、失礼します。また
ね、画伯ね。はい、皆さん工作を続けていることと思いますが、手は動かしておいてください。で、ちょっとお耳だけこちらに拝借をさせていただければと思います。はい、私は2025年日本国際博覧会協会の岡島と申します。今日はご参加いただきましてありがとうございます。私からはこの休憩時間を使って2025年に開催されます日本国際博覧会の紹介をさせていただきますね。はい、日本国際博覧会は大阪・関西万博とも言います。2025年4月13日から10月13日までの184日間、大阪で開催されます。大阪・関西万博のテーマは、命輝く未来社会のデザインです。このテーマには、世界中のすべての人々が幸せに暮らすためにはどういうことかということを考えていただきたいという気持ちが込められています。皆さん、SDGs はご存知でしょうか？ SDGs とは、誰一人取り残さないことを誓った世界共通の目標です。次お願いします。先ほどの SDGs と大阪・関西万博は、すべての人々が幸せに暮らすための共通の目標を持つという点において、テーマが同じと言えます。大阪・関西万博についてはその考える上で3つのヒントを掲げています。1つが命を救う、2つ目が命に力を与える、3つが命をつなぐです。で、また大阪・関西万博は未来社会の実験場です。特にですね、国内外からさまざまな人が集まってつながって協力して未来社会を共に作り上げていくことを我々は目指しています。それを共創共に作るというふうに私たちは言っています。はい、こちら私の後ろにもいます、はい、先ほどからちょこちょこ登場していますのが大阪・関西万博の公式キャラクターミャクミャクです。ミャクミャクは関西のどこかにある小さな湧き水地で生まれました。人懐っこいんですが、おっちょこちょいでよくポカをしちゃったりします。特技はいろんな形に姿を変えられることと、雨上がりの日に虹を見つけられることです。あらゆる生き物や物事と触れ合うことが大好きなミャクミャク。皆さん、どこかでミャクミャクに会ったらお友達になってくださいね。じゃあ、引き続き休憩時間を作業お願いいたします。はい、まだもう少し休憩したり、トイレから戻ってきてない人もいるかもしれませんが、メイさん、うまくポタポタできていましたね。どうやったらパタパタできるようになったか教えてもらってもいいですか？もしよかったら。こうやって。はいはいはい。さっきは磁石の長い方向にこうやって引っ張っていたけど、じゃなくてこっちにね、短い方向に引っ張るんです。あ、パタパタしてるのが見えます。ありがとうございます。そうですね。磁石の向き、しましまの向きが大事なので、こうやってね、こんなんだったらね、いくらこうやって頑張ってもパタパタしませんもんね。こうやって上手にこうしましまがくっつかないくっつかないように上も下も向きを考えてくれてありがとうございます。チャットでね、コメントしてくださった方もいるんですよね。どうもありがとうございました。それでみんなちゃんとパタパタできたかな。ではちょっと早いかもしれませんが、始めてもいいですか？いいですかね。はい、ありがとうございます。ミツバチどうですか？パタパタさせられましたか？ミツバチ、あ、剣さん持ってますね。もしよかったら聞かせてもらえますか？ミツバチパタパタさせられましたか？どこに磁石つけましたか？
ちょっと声が聞こえないみたいです。あ、すいません。よかったら見せてもらえますか、裏面。どこに磁石。あ、まだつけてない？お、なんか、お、なんか仕掛けがしてあるのかな。どうですかね、他にも、あ、和文さん、めっちゃパタパタしてますね、ミツバチ。和文さんは、ミツバチのどこに磁石をつけましたか？羽です。おー、羽をパタパタさせたかったので、羽。後ろにつけたんですね。羽です。あ、羽です。ありがとうございます。よくわかりました。ありがとうございます。他にはどうですか？脈々を動かすのも楽しいけど、他にこんなすごいもの作りましたよとか言う人いました？つるぎさん、ちょっと画面大きくさせてもらってもいいですか？じゃん、どうぞやってみてください。おー、なんか芋虫ですか？なるほど、なるほど。面白いですね。ありがとうございます。これ何？あ、でもさっきマイク聞こえなかったですもんね。ありがとうございます。よく見えます。よく見えます。ありがとうございます。はい。では、剣さんのスポットライトもお聞きしてもらいますね。さてさて、他にもね、面白いものを作った人いるかもしれませんし、この後もね、あ、そうだって思いついて作る人もいると思うので、また最後に見せてもらいますね。あの、大人の方も遠慮しないで作ったやつ見せてくださっていいですからね。楽しみにしています。さてさて、2つ目のもっとくっつく力、離れる力です。磁石の他にもくっついたり離れたりするものあるんですが、何ですか？あ、剣さん、電車でした。ありがとうございます。他にも、磁石の他にもくっついたり離れたりするものあるんですけどね。それはこちらです。じゃーん。こんなので皆さん遊んだことありませんか？これ何ですか？あります？これ何ですか？何ができるんですか？ちょっとしか。そうそうそう。そして、あ、やってくれてる人いる。あ、そう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 。きっとね、分かってる人多いと思うんですよね。静電気ですよね。え？ホウキさん、それ、空き缶ですよね。空き缶、頭痛くないですか？大丈夫ですか？だってこうすると、髪の毛がふわって、ちょっと。サイエンスでドヤのチームの中に静電気めっちゃ上手な人がいるのでやってもらおうと思います。サイエンスでドヤのカメラをアップにしますね。よろしくお願いします。どうぞ見て見て、みんな、ほら、めっちゃふわってくっついてます。静電気って感じ、おすごいですよね。これ静電気です。ありがとうございます。 ありがとうございますありがとうございます。ね、あ、ドヤさんすごいでしょ。ありがとうございます。これ一体どうして髪の毛が下敷きにくっつくんでしょうか。一体何が起きてるんでしょうか。静電気って簡単に言いますが、実は静電気の中に2種類あるんです。え、それはじゃん、プラスの静電気とマイナスの静電気です。こうやって下敷きとかクリアホルダーで髪の毛をこすると髪の毛にプラスの静電気がたまります。そしてこの下敷きとかクリアホルダーにはマイナスの静電気がたまります。だから髪の毛が下敷きにくっつくというよりか、プラスとマイナスがくっつく、これが静電気で、ね、ゴシゴシして髪の毛と下敷きがくっつく秘密です。磁石も N 極と S 極だったらくっつくんですよね。静電気もプラスとマイナスだったらくっつきます。じゃあマイナスとマイナスとかプラスとプラスだったらどうなると思いますか。あ、バツしてる人がいる。お、そう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 、手でやってくれてる人いますね。くっつくと思う人はこう、マイナスとマイナスだったら離れる。もう皆さん離れるってやってくれてますね。で、本当に離れるかどうか試してみようと思います。こちらにコップがあって、あ、ストローを用意しました。で、これティッシュですね。ティッシュペーパーでストローをこすると
今度はストローにマイナスの静電気がたまって、ティッシュペーパーにプラスの静電気がたまります。だからティッシュペーパーとストローは、ティッシュペーパーとストローはくっつくはずですよね。ちょっと待ってください。このティッシュペーパーをちょっと薄くしますね。どうかな。よいしょ。どうだ。あ、ほら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 。くっつきました、くっつきました。静電気でね、これはプラスとマイナスがくっついてます。マイナスとマイナスだったらどうかですよね。このコップに、よいしょ、今、マイナスをいっぱい溜めたストローを入れます。そして、もう一本ストローを用意して、これも一生懸命こすります。すると、このストローにもマイナスの静電気がたまります。では、マイナスとマイナスを近づけます。お、もっと貯めてみますね。しっかり貯めて、マイナスとマイナスを近づけると、え、ちょっと待ってくださいね。ストローを持っている方は一緒にやってもらっても楽しいと思いますが、もう一回いきます。新しいストローを用意しました。で、これをしっかりこすると、このストローにマイナスが、すごい、皆さんストローを持ってるんですね。あ、やってくれてる人ありがとうございます。持ってない人はね、大丈夫、大丈夫。見て楽しんでもらっても大丈夫ですよ。おい、そしてもう一本新しいストローを用意しました。で、こうやってしっかりこすると、マイナスが溜まって、マイナスとマイナスで、あ、ほらほらほら。あ、よかったよかった。皆さんのよ、予想通り、マイナスとマイナスで、離れる。ね。逃げますね。できました？だけど、ここでさらに問題です。一体このプラスやマイナス、どこから出てくるんでしょうか？え？このプラスとかマイナスとか、どこから急に出てくるんでしょうね？こすっただけで。さて、実はこのプラスとマイナス、どんなものももともとプラスもマイナスも持ってるんです。それをちょっとね、今から皆さんと一緒に、ね、実験して見ていきたいと思います。で、まずはね、実験しないで見ていただきたいんですが、新しいティッシュペーパーを1枚用意します。そして、ティッシュペーパーを小さくちぎります。小さくちぎりますよ。あとでね、皆さんにもやってもらいますからね。おい、小さくちぎりました。さて、大事なのは、このティッシュペーパーはこすってません。だから静電気はたまっていません。だけど、ここに、じゃん、マイナスに静電気をためたストローを近づけます。するとどうなるかよく見ててください。いいですか？こすってませんからね。こすってませんけど、くっついてきました。こすってないから、静電気溜まってないのにくっつく。なんでかというと、実はもともと中にプラスもマイナスも入っていて、マイナスのストローが近づいてきたら、この中のプラスがね、チュチュチュって引き寄せられてくっつくというわけです。ゴシゴシこすって静電気ができるのも、もともと中にマイナスとプラスがあるから、ゴシゴシこするとプラスになりやすいものがプラスになって、マイナスになりやすいものがマイナスになります。ちょっと話が難しくなったかもしれませんが、一緒にやってみましょう。皆さん、ティッシュをめちゃくちゃにちぎってみましたか？あ、どうぞどうぞちぎってみてください。なるべくね、小さい方が軽くていいと思うんですよね。2枚くっついてるんで、それも分けて1枚にした方がいいと思う。できました？できました？できました？そしてストローじゃなくてもいいですよ。こすって静電気がたまりそうなものを用意してくださいって言ってあったので、皆さん何用意したかな？ストローか下敷きか、どうでしょう？あ、和文さん、めっちゃわかりやすいです。用意したものは何ですか？もうこすってる人いますね。それでは皆さん、こすって静電気でティッシュくっつくかどうかやってみましょう。お、出口圭さんもうくっついてますね。こっちの
ちぎったティッシュはこすってないですよね。落ちこすっちゃダメですよ。こすってないのに静電気で、おお、めっちゃくっつきます。どうですか、メイさん、どうかな、今度はできましたか。アオイちゃん、タクト君どうですか。田中さんどうですか。あ、いけた。初海さんはなんかあまりくっついてないですかね。あまりくっついてないときは、こするティッシュを新しくするとか、ストローを新しくするとか、どうですか。あとね、手頑張ってこすりすぎて手が汗かいちゃうとね、やっぱり静電気たまりにくいので、手をしっかり拭くとかね、どうですか。どうですか、いけました、くっつきました。ティッシュペーパーが、あー、りんかさんくっつかないですか。どうかな、できない。あおちゃん、たくまさんどうですか。できない。ほうほう、何をこすってますか。ストロー、ストローをティッシュペーパーでこすってますか。ほうほうほう、そしたらティッシュを新しいものにするか、それかティッシュじゃなくて、あのタオル、ハンカチでこするとかどうですか。なんか変えてみるとか、なんかちょっとやってみてください。ティッシュが上手に釣れた人は、もっと難しいことに挑戦してみましょう。あ、釣れてなくても難しいことに挑戦してもいいんですけど、このティッシュをのけて、今度はここにじゃーん、こういうの切ってますか。このちっちゃな丸いミャクミャクとか、大阪関西万博のロゴとか、これを置きます。たくさん並びます。あ、そうそうそう、鈴木さん、そうです。そしてこれを静電気で釣れるかどうかやってみます。しっかりこすって、マイナスの電気をたくさん貯めて、あ、めっちゃくっつきました。ほらほら、一脈脈釣れました。皆さんはどうですか。では皆さんの準備ができたら、脈々釣り競争をしようと思います。サインするドエの皆さんも一緒にやるので、ドエの皆さんのカメラアップにしてもらいますね。皆さんのこともね、こちらからも見えてますからね。あ、ストローじゃなくても、そうそう、コップ使ってる人いますね。あ、いいですね、コップこすって近づける。あ、めっちゃ釣れそう、大きいから。あ、つるぎさん、コップでやるのもいいですね。いい、他にもね、あ、はいはいはい、下敷きね、下敷きで釣ったら全部釣れるんじゃないですか。それもいいですね。ちょっと、じゃあ10秒間で誰が一番たくさん釣れるかちょっとやってみましょう。スタートって言ってからこするんですよ。で、どのぐらい長くこするかは自分で決めてください。1秒だけこすってすぐ釣ってもいいし、いっぱいこすってから釣ってもいいです。10秒間です。いきますよ、まだこすっちゃダメ。1について、よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、釣れたかな？ 9、釣れました？ 9.5、終わるよ。10、はい、おしまい。お、8匹も釣れた人いるんですか？すごい、田中さん。他にもどうですか？何匹釣れました？何脈脈釣れましたか？釣れた人、あ、釣れなかった人もいますか？葵ちゃん、タクト君は何を使って釣ろうとしましたか？どうかな？あ、ストローが見えます。ストローと釣れなかったですか？ストローです。ありがとうございます。何でこ釣りましたか？フィッシュ？ああ、ゴールの人見たんですね。ダメか。そしたら、いっぱい釣れた人に聞いてみます。葵ちゃん、タクト君、ありがとうございます。さっきなんか8匹釣れた人いましたよね。誰だったっけ？
かなたさんだっけ、かなたさんだ。かなたさん、何使ったのか皆さんに教えてもらっていいですか。下敷き。下敷きね、大きいからね。そして何でこすりましたか。髪の毛と下敷きをこす。はいはい、髪の毛と下敷き。じゃあさっき釣れなかった人は下敷き使うのもいいですね。かなたさん、ありがとうございます。サイエンスでドアの皆さんどうですか。おっと、釣れてる。一番たくさん釣ったのは誰ですか。おーい、何で釣りましたか。ストローですか。ストローを何でこすりましたか。あ、はいはい、お洋服でこすったんだって。こうかな。こうやってこすってもいいし、こうやってこすってもいいですね。あ、お洋服でこする、それもいいですね。いいこと聞きましたね。そしたら2回戦です。もう1回10秒数えるので、今度は下敷きにする、お洋服にする、何にする。あ、下敷きの人多いですね。じゃあいきますよ。10秒数えますよ。用意はいいですか。位置について、大人の方も一緒にやっていいんですよ。いきますよ。位置について、よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、あと1秒ですよ。10、さあ今度はどうですか。え、そんなに釣れた人いるんですか。10脈脈も釣れました。すごい。あ、え、10脈脈釣れた人がそんなにいるんですか。すごい。よかったよかった。皆さん上手になりましたね。すごいですね。逆にね、あ、6脈脈の人もいますね。皆さんね、ありがとうございます。おでね、逆にうまくいかなかったっていう人もいると思うんですけど、私もなんかちょっと下敷きと相性悪いみたいで、うまく髪の毛ね、薄い電気つけないので下敷きだと余計うまくいかないかもしれないですけどね。どうやったらこの脈脈釣りがもっと楽しいゲームになるのか、これ脈脈じゃなくて他の形にしてもいいかなとか、ストローはストローでも最近紙ストローなんかもありますもんね。どんな風にしたらもっと面白いゲームになるか、今からまたそうですね、5分ほどちょっと一息にしますので、皆さんぜひぜひ考えてください。いいアイデアがあったら聞かせてもらおうと思います。大人の方も遠慮なくいろいろ言ってくださっていいですからね。今は休憩の間に万博協会の岡島さんもなんかいろいろ工夫してるみたいなんで、それ見ながらゆっくり休憩してください。はい、ではちょっと一息です。失礼します。はい、皆さん、実験楽しんでますか。じゃあ先ほど吉岡さんに教えてもらった実験を私も続けてやりたいと思います。でさっきは吉岡さんはティッシュでストローをこすってましたけど、私はこれからこの3つを使って試してみたいと思います。これはタオルです。で、これは毛糸です。で、これは不織布というので、床をきれいにしたりする布になります。じゃあ、ここで私もチャレンジしたいんですけれども、ちょっとわかりやすくするためにですね、私は、見えますかね。紙ナプキンに大阪・関西万博のロゴマークをプリントしたものを使って、試してみたいと思います。はい。ではですね、使うのは私もストローでいきたいと思います。じゃあまずはタオルでこすって。釣れました。結構タオル最強ですね。はい、ということでもう一回戻して、じゃあ次は毛糸でこすってみたいと思います。これ毛糸って皆さん何でできてるかわかりますか。
あ、そうそうそう、洋服だったり、はい、そうです、これね、はい、羊の毛でできてるんですけど、これでもこすって、これはもう一匹失礼。あ、これもなかなか失礼ましたね。じゃあ最後、植布したいと思います。これもこすって、ちょっとこれあんまり釣れない感じですかね。はい。ということで、こするものが何かによっても変わりますということで、先ほど洋服でこすっていただいた方もいらっしゃいましたし、下敷きでこすっていただいた方もいらっしゃいます。皆さん身近にあるものでいろいろ試してみてくださいね。じゃあ、引き続き休憩に移らさせていただきます。皆さん、まだ休憩中ですが、どうですかね？たくさん釣れましたか？上手になりましたか？どんな風にしたらもっと面白いか工夫した人いますか？さっきチャットで布団でこすったら全部落ちたとかいうのが入ってましたが、布団でこすってみるとか面白いですね。すごいアイディア。あ、ぬいぐるみでこする、あおいちゃん、たくたくん、なるほどね。いろんなアイディアがありますね。どうですかね、大人の方もこんなので実はこすってみてるんですとかいうのがあれば教えてください。布団でこすったら全部落ちちゃう。あ、出口圭さん、はいはい、どうしました、何かアイディアありました？布団でこすってみたら、あの、一気に取れました。一気に取れ、あ、一気に 取れたっていうのは一気に全部釣れたっていう意味？おー、すごい、布団すごいじゃないですか。皆さん、布団おすすめです。どんな布団ですか？夏の布団かな、毛布かな。普通の布団でした。普通の布団だそうです。皆さんも布団ならきっとお家にあると思うので、布団でこすってみてもいいかもしれません。ストローかな。他にはどうですか？脈々の代わりにこんなもの釣っても面白いよとかね、なんかアイデアがあったらぜひ聞かせてください。あ、こうきさん、何々、ぜひ聞かせてください。あ、いいんですか？こうきさん、大丈夫？あ、内緒？また後にしましょうか？お？また後にしますかね？すいませんね。あ、大丈夫。あ、お願いします。何々、聞かせてください。ティッシュをちぎって、それで脈々を下にして、それでストローをこすって、上からやって、それで金の中から脈々を取り出して、何個取れたかっていうのを競う。すごい、なんか一気に難しいゲームになりましたね。上にティッシュがあるんだけど、その下の脈々を静電気で釣るっていうね。ちなみにそれ上手に釣れましたか？8個くらい釣れた。すごい。何でこすったらそんなにうまくいったんですか？布団ですか？下敷きを、下敷きをストローでこすって、その後にまたティッシュでこする。なるほどね。白くなる。なるほど。私、下敷きをストローでこするって全然思いつきませんでした。それいいですね。ちょっと私も今度やってみます。こうやって聞くと皆さんも、あ、そうそう、私もそういえばっていうのいろいろあると思うんですけどね。また後でも、時間があればね、また後でも聞きたいと思うので、ぜひいろいろ挑戦してみてください。さてさて、ちょっと時間が押してしまったんですが、すいません、ここで3つ目のバランス手品に挑戦を始めたいと思います。休憩時間ちょっと終わりにしますね。さてさて、バランス手品。
ちょっとね、皆さんにね、見てもらいたい手品があるんですよね。あ、これコップ。種も仕掛けもない、ただのプラスチックのコップです。そしてここに、これは発泡スチロールですね。テレビとか買った時に、ついてくる白くて軽いやつ。これをこうやって乗せます。橋ができました。さて、この橋の足を片方、こうやってピッて取ってしまったら、この橋、どうなると思いますか？あ、皆さん手を挙げてくれてますけど、そうだな、これは、まあ、みんなわかると思うんですけど、一応聞いときましょうか。じゃあ、門文さん、どうなるんですか、こっちの足取ったら。落ちる。落ちるんですか？はい。やってみますね。せーの。うん、そうですよね。まあそうだと思ってました。ここで物が落ちたのは重力が働いているからです。重力も力です。磁石とか使わなくても、ゴシゴシこすって静電気を作らなくても、いつでも重力という力が働いていて、こうやってね、こうやって荷物は、ああ、下に引っ張られて落ちちゃうんですね。さて、ここからが私の手品です。この橋におまじないをかけます。むにゃ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 って、おまじないを、おまじないをかけると、いきますよ。この足を取ると、なんと、どうですか？なんと橋がほら、あ、ここほら、別に何も支えはないし、上から吊ってるわけでもないし、ここの磁石がついてるわけでもないんですよ。一体どうしてこんなことができるんでしょうか？今日は皆さん、こんな手品ができるようになっちゃいます。あ、ちなみにね、このおまじないを、はいはい、おまじないを、これね、消すと、これ振るとね、おまじないが消えるんですよね。で、消えるとね、ほらほらほら、元通り落ちちゃう。ね、で、こんな手品ができるようになります。さて、この手品で大事なことは一つだけ。重心です。重心って一体何なのか。例えば、これ定規ですね、普通の。この定規を指一本で支えようと思ったら、まあ皆さん大体真ん中ら辺をこうやって、おっと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 、こうやってね、指一本で定規を支えることができると思います。この指一本で支えられているところが、重心、重さの真ん中です。こんな形のものなら、まあね、真ん中が、ちょうど真ん中が重さの真ん中、重心でしょうけれども、じゃあこんな形だったらどうですか？この歯ブラシ、こっち側は毛が生えてるし、こっちはちょっと太いし、右と左で 形が違いますね。これ指一本で支えようと思ったら、どの辺を支えたらいいでしょうか？ちょっと皆さんにも重心を一緒に探してもらおうと思います。歯ブラシでもいいし、他のものでもいいんですけどね。なんかこういう細長いもの、定規みたいなこのまっすぐなものじゃなくて、ちょっとこういう変わった形のもの、10数えるので、お家の中から探して持ってきてもらえますか？いきますよ。1、2、3、4、5。あ、ドラの皆さんも探してきてくれてますね。6、7、8。あと2秒ですよ。9、あと1秒。戻ってこれたかな？10。はい、皆さん、どんなものを用意しましたか？私は歯ブラシ。お、つるぎさんのは何だろう？新幹線みたいな。あ、ハサミの人もありますね。気をつけてね。あ、歯ブラシの人多いですね。お、なんかもっと平たいノートみたいなものを持ってる人もいますね。それではそれを指一本で支えてみましょう。おっとっと、ここじゃないな。あ、ここじゃないな。どうですか？どうやの皆さん、どうですか？指一本で支えたら見せてください。出てくれてきた。できました？お、いけてるかな？じゃあ皆さんもいけてるかな？おー、赤ずふみさんもいける。おっと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 。あ、はいはい、かまこさんもいけてますね。この指
支えられているところが重心です。さて、これが分かっちゃったら、実はもうさっきの手品分かっちゃったんじゃないですか？おまじないをかけます。えい。そしておまじないをかけると、おっと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 、一本足で立ってますね。さて、この橋、重心どこにあると思いますか？この辺と思ったところで手振ってください。ここ？あ、違う。あ、ここ。違う？じゃあ、ここ？違う？あ、ここじゃない。じゃあ、ここ？あ、もうちょい。この辺。あ、丸してくれてる人がいる。あ、この辺か。あ、ここか。そうですよね。この指1本じゃなくて、コップ1個で支えている。ここが重心なんですよね。だけど不思議ですね。こういう形のものって普通真ん中が重心なんじゃないですか？定規と同じようなね。え、ちょっと真ん中で支えてみましょう。すると、あれ？あ、もう指で押していてくれてる人いますね。こっちに倒れるぞって。うん、こっちに倒れる。なんとこちら側、重たいみたいです。こっちの端っこには何もないんだけど、重たい方の端っこには、なんと、じゃーん。釘がたくさん刺してあって、めちゃくちゃ重くしてあったんです。だから重心が真ん中じゃなくて、こんなところに動いていたので、ここで支えることができたわけですね。この手品をめちゃくちゃ簡単ですけど、ちょっと一緒にやってみましょう。コピー用紙、紙を、A4 の紙を1枚用意してもらっていると思います。それから10円玉も用意してもらっていると思います。あとはテープ、そうそうそう。10円玉はね、1枚でも2枚、3枚でもいいですよ。はい、上からカメラで写します。さて、ここに、ちょっとね、私はあの10円玉じゃなくて、あの、分かりやすいようにね、ナットという重りを使いますが、10円玉でも一緒です。さてさて、これを重りに、重りなしで、ただくるくるっと丸めたら、ただの筒です。重心はただの真ん中なので、手品になりません。重りをつけたいんですが、どこにつけるのがいいと思いますか？この辺？この辺？それともこの辺？どの辺がいいと思いますか？端っこですよね。この辺がいいですね。じゃあこの辺に10円玉をテープで留めましょう。ほい。こんな感じ。落ちないようにしっかり留めます。できた。できたかな。で、これができたら、これ種ですからね、手品の。バレないように。中にして、こうやって、くるくるくるっと巻きます。はい、これでもう外から10円玉が見えません。この筒がほどけてしまわないように、テープで留めます。はい、種が入った筒ができました。さて、ここまでできましたかね。ここまでできたら、大事なのは重心ですよね。この重心、指一本で、どこかな、どこかなってやってもいいんですけど、めちゃくちゃ簡単な見つけ方があるのでご紹介します。手をこんな風にして開きます。親指だけ立てて、こうやってね、こうやって開いて、そしてここにこうやって筒を乗っけます。サイエンスでドヤの皆さんも一緒にやるので画面をアップにしますね。あ、皆さん、サイエンス、ドヤの皆さん、カメラに向かって分かりやすく教えてあげてください。あ、そうそうそう、あ、もう皆さんもできてますね。そうそうそう、こんな風に乗っけて、そして、これをこうやってチューって、ただ手を近づけていくだけで、ぴったりあっても落ちない。ここが重心です。できました。重心見つけられました。重心見つけられたらピンでね、ちっちゃく重心とかってね、あのちょんって印つけててもいいし、あの重心シールをね貼っておいてもいいですね。ここが重心です。
さて、これができたら、もう手品ができますね。最初は、こうやって、今から手品するから見てみてって言ってね。で、最初にするときは、重心じゃなくて、わざと重心じゃないところをコップで支えます。で、そして、橋があります。橋があります。この橋、足一個取ったらどうなると思いますかとか言ってね、これ取ると、当然落ちるんですね。でも次に、おまじないをかけますとか言って、むにゃむにゃって言って、次はどうやって橋を置いたらいいんですか？あ、もうやってる人がいる。そうですね。もう 手品できてる人がいる。そうそうそう。どうやの皆さんもできてますね。こうやって今度やるときは、もうね、重心の上を置いて、そして、コップを取れば、まるで手品みたいですね。お、できてる人いますね。ぜひぜひこれ練習して、おうちの人やお友達に見せてみてください。あ、メイさんどうできました？あ、そうそうそう、2回目はねちょっとずらすんですよね。ずらすときにこの重心の場所が大事なので、どこに重心があるかね、ちゃんとよく調べておかないといけませんね。で、この重心の調べ方、皆さんちょっとね練習している間に、こんなものにも重心が、ちょっと驚きのものをドヤの皆さんからご紹介します。じゃーん。見えますか？これ何ですかね？なんと、あ、分かった人いる？自転車の空気入れるポンプ。これも重心があるんですよ。うんうんうん。さて、重心を探してもらいます。あ、そう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 。こうやって持って、そして。重心って言いながら手をゆっくり近づけて、ぴったりくっついても落ちない。そこが重心です。おっと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 、指一本で持てますか？あーっと。おー、あ、もういけた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 。ね、こんなものでも重心ね、すぐ見つけられるし、お家でやってみてください。もう一つなんかすごいものありませんでしたっけ？あるって持ってきてくれました。じゃーん。今度はお掃除するやつですかね。コロコロするやつ。これの重心も、この辺、この辺って教えてくれてる人いますね。おさらいね。探し方は、そう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 。手をちょっと近づけていくと、手がぴったり出会っても、おー。ね。だからこんなものも重心があります。重さがあれば何でも重心があるので、皆さんもいろんなものの重心見つけてみてください。さて、この手品も上手にできるようになりましたかね。できた人手を振ってください。あ、できた？あ、よかったよかった。じゃ、これもどうやったらもっと不思議に見えるか。これを長くした方が不思議に見えるのか。コップを透明にしたりとか、なんか他のものにした方が不思議に見えるのか、いろいろ工夫してみてください。さて、最後にこれもご紹介したいと思います。お水を使うので、皆さんにはね、準備してくださいって言わなかったんですけどね、空き缶です。さて、この空き缶、机に置いて、私がこの手を離したら、空き缶はどうなりますか？倒れますか？倒れませんか？首振ってる人いますね。倒れません。でもなぜですか？あ、出口圭さん、めっちゃ手早かったんで、なぜ倒れないんだと思いますか？ヒントはこれ。重心どの辺やと思います？重心真ん中。そう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 、重心真ん中ですよね。だからほら、重心の真下どうですか？ちゃんと支えられてるので、だから倒れないんです。これと一緒、重心の真下を支えれば倒れません。ありがとうございます、出口圭さん。じゃあ次いきますよ。斜めに傾けて、これで手離したらどうなりますか、皆さん。じゃあ、葵ちゃん、タクト君、これ手離したらどうなるんですか？重心が斜め下に来る。はいはいはい。
このままやと手離すと倒れちゃうんですよね。なんでかというと重心が大事。重心の斜め下が足ついてるんですけど、重心の真下はね足ついてないんですよね。ほら見えます？ほら肩も足ついてるけど重心の真下も足ついてない。だからね手離すと倒れちゃうんですね。じゃあ斜めで立てようと思ったら重心がどこにあったらよかったんでしょうか。ここじゃダメですね。この辺と思ったところで手振って教えてください。ここじゃダメなんでしょ。この辺だったらよかったですか。この辺だったらよかったですか。この辺だったらよかったですか。あ、もっともっとって指で教えてくれる。この辺ですか。ここ、この辺、あ、もうちょいこの辺、この辺、この辺に重心があったな。 ありがとうございます。ここだったら立ったのにね。ではここってこの辺、この辺が重心だったらよかったのにね。めちゃくちゃ最初の重心よりも下ですね。重心を下にするにはどうしたらいいですか。さっきは10円玉を使って重心を動かしました。あ、じゃあジンタさんどうですか。どうやったら重心を下に動かすことができますか。で、10円玉を入れてもいいんですけどね、ちょっとあの口が狭いので重りが、水を使います。この水を入れれば、よ、下の方に水が溜まるから、下の方が重たくなって、重心が下の方に動くんじゃないでしょうか。そして、重心がちゃんとここに来ていれば、斜めにしても倒れない。ね。なんと重心を使うと缶を斜めに立てることもできます。さてさて、これはね水使うので、このセッションが終わってちゃんとパソコンとか後片付けしてからぜひ皆さんも試してみてください。どのぐらいのお水を入れたらちょうど重心が動いてくれるのか、それは皆さん自由研究してみてください。サイエンスね、どやの皆さんももう乾杯の用意ができてるみたいですね。はい、皆さん、あ、お疲れ様です。はい、せーの、乾杯。お、あ、みんな上手に斜めに立てられていますね。お、いけてます？あ、いけました。お、いけました、いけました。たくさん並べたら楽しいですね。全部斜めになってね。ぜひぜひ、皆さんもお家で、会社でやってみてください。さてさて、今日は、磁石を使ってくっつく力、離れる力で脈々のおもちゃを作って遊びました。それから静電気を使ってストローでティッシュをつったり脈々をつったりして遊びました。それから普段はね感じませんが、重力というのはあるので、こう重さを使って重心を上手に使って手品もできるようになりました。そして今日は全部皆さんに道具も用意してもらって、皆さんに実験してもらいながら進めました。私たちサイエンスでドヤは、大佐も言った通り、皆さんに自分で何かできた、私にもできる、そしてドヤ顔をしてもらったらいいなと思っているので、今日は皆さんどうですか。あ、ドヤ顔してる人いますね。自分で自分の力で楽しめましたか。できました。ちょっと聞いてみましょうかね。ありがとうございます。今日楽しかった人手振ってください。ありがとうございます。さてさて、今映ってるのは、あ、どうやら皆さんも楽しかった、ありがとうございます。でね、映ってるのはね、今映ってるあのお顔が映ってるのはお子さんが多いですが、大人の皆さんどうでしょうか。今日あの参加してくださっている方の中には、文書で科学館の方や学校の先生方もいらっしゃるかもしれませんね。普段から科学を楽しむというのはどうやったらいいのかと考えてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、どうでしょうか。皆さんはどういうのが、うん、科学を楽しむためにいいと思いますか。私たちみたいにこちらがどうやって見てるんじゃなくて、皆さんにドヤ顔をしてもらうっていうのは科学を楽しむことになると思いますか。少し、ね、2分ほど時間を取るので、もしよかったらチャットに書いてみてください。私は科学を楽しむってこういうことだと思いますとか、
いろいろね。あとは子どもの皆さんもですね、あの遠慮しないで、私はこれが楽しかったですとかね、よかったら書いてみてください。書いてもらってる間に、万博協会の岡島さんをもう一度お呼びします。岡島さん、どうぞ。はい、皆さん、チャットに書き込みでご意見ください。で、その間にですね、今日実験してくださった吉岡さんをはじめとするサイエンスガールの皆さんは、大阪・関西万博の参加型プログラム、チームエキスポ2025プログラムに参加いただいてますので、その PR ムービーを今から流します。どうぞ。みんなで作る大阪・関西万博は2025年4月開幕。万博のテーマ実践プログラム、チームエキスポ2025プログラム。みんなが作るワクワクがきっと未来の社会に変わる。ワクワク、それは命を輝かせるエネルギー。ワクワクすることを実現するために、出会い、つながり、アクションを起こす。これはさまざまな人たちが集まって、多彩なチームや活動で2025年とその先の未来に挑む、みんなが作る参加型プログラムです。チームエキスポ2025、未来を変えるを始めよう。チームエキスポで検索。見るだけじゃない、自分が主人公になる万博がもうすでに始まっています。岡島さん、ありがとうございます。見るだけじゃない、自分でもこう作っていけると言ったら、私たちサイエンスでドヤがやってることと同じですよね。そう思って私たちもこの競争チャレンジで参加させていただきました。皆さんもどうですか？今日は見るだけじゃなくて、自分で作る、自分で参加するサイエンスを楽しんでもらいましたが、早速チャットでね、分かっていることでも自分でやってみると新たな発見があります。ありがとうございます。そうですよね。やっぱり自分で新しい発見をしてもらうってすごく大事だと思うので、科学を楽しむためにね、大事だと思っているので、そう思っていただけて嬉しいです。こうあるべきと決めつけずに、いろんな角度から物事を見ることが大事だと思います。そうですよね。確かに、こうあるべきと決めつけずに、いろんな角度から物事を見る。そういうことをサイエンスショーやワークショップの中でやってもらうためには、どんな風な実験とかね、どんな風なコンテンツにしたらいいのか、いつもね、迷ってるんですよね。もし皆さんもね、こんな風にしたらそれうまくいくよとかあれば、ぜひぜひ聞かせてください。とても楽しんでました。科学って面白い。親も一緒に楽しめました。ありがとうございます。大人だって科学楽しんでいいですもんね。大人が楽しんでいるところを知れば、子供ももっと楽しくなるかもしれないんじゃないかと思います。自分で科学を作ってみたらもっとな楽しくなると思いました。よかったです。ちょっとこれからもどんどん自分でいろいろ作って、発明とかしてみてください。とても楽しんでました。科学って面白い。親も一緒に楽しみました。さっきもね、読ませてもらったもんですね。ありがとうございます。磁石が楽しかったです。ありがとうございます。楽しく実験できました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。他にもですね、いろいろね、言いたいけどちょっと遠慮して書いてない方もいらっしゃるかもしれないんですが、あと1分ほどですけどね、もしもなんか、私は科学を楽しむためにこんな工夫してますとかあれば、ぜひぜひ聞かせてください。そしてですね、大阪市立科学館では今日のようなオンライン教室、しかも材料キットを皆さんに郵送でお届けして、私たちがね、オンライン教室をしていますので、今ちょうどクリスマスの日の教室受付中です。クリスマスに科学の楽しさをプレゼントにするなんていかがですか？科学館のホームページからお申し込み受け付けています。岡島さん、どうですか？他には。はい、ありがとうございます。今、皆さん、画面の中で、はい、剣さん、実験、血がパタパタしてます。ありがとうございます。葵ちゃんとタクト君は、それは、糸電話かな？それにも、科学の力が働いていますね、きっと。はい、というわけで、今日は皆さんでと一緒に、さまざまな力について実験しました。科学はですね、楽しいだけではありません。身の回りの目に見えない力を明らかにしてくれるものがたくさんあります。そして科学には私たちの世界を
より良いものにしてくれる力があることを私たちは信じています。2025年に開かれる大阪・関西万博では、命に力を与える科学のさまざまな取り組みが紹介されます。ぜひ大阪・関西万博に来て楽しんでください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。またねー。